えー、今回紹介する作品はこちらエスターえまあもともとですね「エスター」という作品かは2009年に公開されていると思いますけれども、えー、個人から養子としてある一家に迎え入れられた少女エスターが巻き起こす物語。 これがもともと「エスター」という作品がありそのいわゆるこの第2弾となりますねまあエピソードゼロと言ってもいいかもしれません物語簡単に説明いたしますと、まあ、裕福な一家オルブライト家の一人娘である6歳のエスターという少女が、まあ、行方不明になってしまうわけなんですでそれから4年の年月がこう経つわけなんですよね。するとね このーオルブライト家いや、ものすごくリッチなお家なんですけれども、警察からエスターが見つかったっていう報告を受けるわけですよ。でもね、警察の方からやっぱり若い時、子供の時の4年間っていうのはだいぶ身長も伸びるし状況変わりますからね、なんていうお話もこうされるわけです。で、えー、まあオルブライト家の、まあ、お父さん、お母さん、そしてお兄さんは久しぶり、4年ぶりにエスターと まあ、再会するわけなんですよ。で、こう一緒に住む,住むようになると。でね10歳に成長したエスターをこう迎え入れるんだけれども4人揃って幸せな生活が始まるかと思いきやいろいろなトラブルが巻き起こってくると「ちょっと待ってくれよと」と4年ぶりに戻ってきたエスターに何か 変化があるぞさあそれは何かという、まあ、まあお話なんですけれどもこの映画ねまず何がすごいかって要は2009年制作の前作「まあ、エスター」があってで僕はエスター大好きでいろいろなところで紹介させてもらったりもしたしいろいろなところでエスターをこう語ってきたんだけどもそのエスターでね主人公を演じた、まあ エザベル・ファーマンがいるわけですよでねこのイザベル・ファーマンが25歳で少女エスター役を再び演じてるわけですよこれどういうことわかります ?2009 年制作の当時12歳のイザベル・ファーマンがエスター演じたとでそれから1要は数年経った上でまたこの少女エスター役をイザベル・ファーマンが演じてるそんなの成立するのするんです。 成立してるんです。だからこれがねすごいなっていうふうにまずは思ったんですよね。あとねあーと、まあ、ホラー映画をねこう語る時に例えば「お化けって怖いよね」「ゾンビって怖いよね」「宇宙人って怖いよね」でも結局一番怖いのって人間だよねっていういわゆる上トークってあると思うんですよ。僕も言ったことあります。で、僕思うに、このね、 もともとの2009年に公開された「エスター」公開以後僕この結局人間がが番怖いいっていうジョートーク増えた気すするんですよ。だからまあ映画評論だとか映画解説、まあ、ホラー映画においてちょっと僕ねエポックな作品なんじゃないかなっていうふうに思ってます。 あといろいろな人気作品って、えー、エピソード0ちょっと振り返ったりするじゃないですかでこれ僕後付けでも何でもなく2009年の「エスター」を見た時にこの少女はなぜこういうふうになってしまったのか生い立ちを知りたいって本当に思ったんですよだから本当望まれた上でのエピソード0要は エスターの過去を原点を知りたくなるのはね。僕ね。必然だと思うし、このファーストキルが制作公開されたのも必然だと思うんですよね。この作品の中でね。病院がね。こう出てくるんですよね。でね、そのまあ、見た目がこのまあ。まあ子供のエスターがね。この大人に対して躊躇なく暴力振る心があるんですよ。まあ戦慄よね。 本当に怖いだから要はルックスとのギャップもあるから躊躇しないの自分の欲望を追求するためにエスターは躊躇しないのこれがねほら映画だなーってやっぱ思ったしあとねすごい大事なのはね要はねまあこれねネタバレになっちゃうからなかなか言いづらいんだけれどもそのエスターという少女のことを若干ねこのねある種疑ってるというか。 この女の子は何なんだと思ってるこのね刑事が出てくるのよね。この辺りがねホラー映画好きな方からするとおそういうことだそういうことだっていうね風にね思えると思うちょっとねマジでねネタバレがねかなり、うん、しちゃうからいろいろこの、うん、評論というかね説明するのが難しい作品なんですけどとにかく見てほしいで1個いいですかこのね、 エスターファーストキル見てからエスター見てもいいと思うよこれ本当にいいと思う僕はね僕はもちろん順番でこう見たけれどもそれでもねこのファーストキル見た上で彼女があこうなるんだというのを2009年版見てもいいのかななんていうふうにももう思いましたいやもちろん順番で見た方がいいけれどもねそんなこんなでねまあホラー映画のねある種エポックムービーだと思いますエスターの続編エピソード0「エスターファーストキル」ぜひ劇場で体験してみてください